頼む。へへへ、さすがにその姿だったら残念だ。ほら、ほら、さっきのは砂隠れの罪人たちだ。あの中に以前私が捕まえた奴もいた。は？どういうことだってばよ。捕まえた奴らがなんでここにいんだよ。おそらくは砂隠れの混乱に乗じて牢から抜け出したってとこだろうな。ああ、あいつらをそのままにしておくとまずいんじゃん。くそ、この忙しい時に。しょうがねえ、
砂隠れに向かいながらできるだけ罪人を倒していこうぜ。ま、それが今できる最良の選択。それじゃ先を急ぐってばよ、みんな。決める！次はドイツを倒そうかな。
くないぞ。私の力を見誤るんじゃないよ。到着だ。おお、木の葉からの援軍なら待っていたぞ。この先でバキさんがお待ちです。すぐに向かってください。おう、ナルト、ちょっと待ってくれ。お、これは罪人を倒してくれた礼だ。助かったぞ。え、これってばもらっていいのか。そんじゃ、バキって人のとこに急ぐってばよ。暁によって連れ去られたままだ。追ってはどうなってるんです。追跡に向かった勘九郎によると、奴らは川の国に向かったとの情報までは入ったが、暁の一人と交戦になり、勘九郎は奴らの毒にやられてしまった。勘九郎が。それで容体は。解毒方法が分からず、毒の進行を止めることができない。医療班が言うには、このままでは数日と持たないと。大丈夫です、私が見ます。
直接毒抜きをしたからもう命に危険はないわ。さすがサクラちゃん。あとは体内に残った毒に対する解毒薬を作らないと。俺に手伝えることがあるなら何でもやるってばよ。そうね。じゃあ砂隠れの道具屋から薬草をもらってきてくれない？お金は先に渡してるから、あとは薬草をもらうだけでいいからね。了解。あのさ、ここで解毒薬に使うための薬草がもらえるって言われたんだけど。解毒薬の薬草ですか？はい、確かに受けたまっています。ただトロ、実は薬草を取りに風の砂漠へ向かった主人がまだ戻ってきていないのです。じゃあ今すぐもらえないのかよ。申し訳ありません。主人が戻り次第すぐにお届けしますので。
まだ夫は薬草を取りに行って帰ってきていません。